いいよな、ランキング上位者は。見ろよ。全然違う。マジかよ、羨ましすぎる。いや、もうあのね、食事のとこで差つけたでしょ。はい、これ絶対ダメだね。いい選手になるためには、やっぱいいトレーニング。うん、いい食事、そしていい給与、この3つのバランスが重要で、食事に差をつけたらこれ怪我しちゃうし、確かにね、ここは差をつけない方がいいなと。栄養バランスどんどん偏ってきますもんね。ただモチベーションを持たせたいという意味でね、差をつけたいと、その成果報酬みたいのをしたいっていうのはすごくいいと思うし、それはプロの世界でもやっぱりそれ活躍すればね、その分自分の給料が上がっていったりもするから、そこがモチベーションになるから、それをどうやってやるかの問題だけど、ちょっと食事でやるのは僕は賛成できないな。まあね、牧野さん、高校時代のユースの寮の話なんですけど、まあ食事に関して言えば基本的には全員同じメニューを食べさせてもらえるんですけども、レギュラーとかトップチームに登録ってなると寮費が変わってくるので、ちょっと似てるシステムはありますね。その安くなるってことですか？僕が高校生の時で言うと、高校生の時にトップ契約、プロ契約ですね、プロ契約するともう寮費はゼロになります。ゼロ？だから食事もそうですし、寮費、遠征費もう全部ゼロですね。へえ、そこまで待遇の違いあるんですね。で、年代別代表だったりチームのレギュラーとか、まあサブですよね。ってなるとやっぱり料費が全然値段も変わるので、活躍するとかに年代別代表になるとスパイクの提供だとかメーカー契約も入ってきます。うわー、なるほどね。そこも全部お金のところで言ったらシビアなんで、高校生でも。そうか。はい。アニメスコープ見てね。